はい、皆さんこんばんは、リンチーです。ですね、今回はですね、僕がね、今まで上海に住んでて、10回ぐらい、ウイグル人だと思われる人たちに、泥棒にあった、スリにあったか、泥棒にあったか、ちょっとね、ここら辺の表現の難しさをね、後でちょっと話すんですけども、そんな感じでね、泥棒にあった話をちょっと、しようと思います。これね、前にもね、別な動画で話したと思うんですけども、もうちょっとね、詳しく、話してみようと思います。僕がね、普通にね、上海で、街歩いてて、今までにね、10回ぐらいね、ウイグル人ね。これなんでウイグル人って言ってるかっていうと、おそらくもう顔が、もうウイグル人なんですよ。ひょっとしたらね、カザフ族とかね、そういった少数民族なのかもしれないんですけども、地区としてはね、ウイグル自治区って言われる、ところから、出てきているのはかなり確実だと思われるんで、ウイグル人だと言っています。で、周りもね、中国語で、新疆人っていうんですよ。新疆ウイグル自治区。新疆人、新疆人、新疆人って言うんですよね。おそらくその新疆ウイグル自治区の出身、だと思われます。で、なんでね、毎回毎回、顔をはっきり確認してるかっていうと、その10回とも失敗してるからなんですよね。なんで失敗してるかっていうと、もうすぐ分かっちゃうんですよ。もうなんかポケットをまさぐられたな。僕もね、何ですか、尻ポケットに、お金とか入れたりしないんですけども、尻ポケットにいきなり手突っ込んでくる。でも明らかにも感触でもわかるんですよ。すんごく動作鈍いんで、それがなんか普通にサイドポケットにね、手突っ込んできて、お金入ってないかね、どうか見ようとするんですよ。それで振り向いたら、おそらくはそのウイグル人だって思われる人がそこにいるっていう、そういう話なんですよね。で、そういった時に、もう、警察にも言わないんですよ。なんでかというとね、なんかもう何も取られてないし、もうめんどくさいし、でね、警察もね、どうせめんどくさがるって分かってるんですよ。ウイグル人とかだとね。ウイグル人とかね、多分ね、少数民族は基本的に、漢民族に比べて、罪が半分になるって、なってるらしいんですよね。しかもね、いちいちね、確かね、ウイグル人だったら、そのウイグルのどっかを通して、その裁判なりなんなりしなくちゃいけないっていう、めんどくさいシステムがあるんで、もう警官も多分、まともにね、対応しないんですよ。それなんで、もう警官にはもう、ずっと言わないで、もうめんどくさいからもうほっといてね。で、一回ね、ちょっと捕まえたっていうかね、ものすごくガッてやったわけじゃなくて、ちょっと待って待って、みたいな感じで、ちょっと話したんですよ。で、冷静に僕がね、お前さ、それ成功すると思ってやってるって、すごいね、冷静に聞いたことがあります。なんかそのぐらいね、成功率の低いなんかやり方で、なんていうか、泥棒っていうか、スリっていうかね、これ何なんだろうな、あれ、物乞いなのかな、一瞬って思うような、やり方で、やってくるんですよ。でね、何が言いたいかっていうと、少なくともね、その泥棒をやってる人たちっていうのは、なんか、そのぐらいの、教育レベル、それやって、パッてやって、パッて逃げないと、成功しないし、捕まっちゃう可能性があるっていうのがわからない。警察がどう対応するか、ある程度ね、分かってる可能性はあるんですけどね。
でね、これでね、まあ、特にね、なんか日本の人とかで、それお腹空いてたんじゃないって、なんかそんな風に言う人もいると思うんですけどもね、もちろんね、毎回同じ、まあ、ほとんどね、僕の場合、10回のうち8回ぐらい多分ね、同じ、まあ、ストリートだったか、まあ、長いんですけどね、同じストリートで、だったんですけども、そのストリートでね、まあ、何回かはね、まあ、そのウイグル系だと思われる人たちが、まあ、自分でなんか屋台出してて、そこの屋台でね、お菓子売ってるんですよ。お菓子はね、ちょっとパッて見たら、ちょっと、まあ、レーズンとかね、まあ、いろんなもん固めたようなお菓子で、高カロリーのお菓子を、まあ、僕が見たら高カロリーって分かるお菓子を売ってて、自分たち の, 店の目の前でそういうことしてるんですよ。なんか、まあ、泥棒中かすりっていうかなんかで、そういうことしてるんで、お腹が、空いてるっていうことは、まあ、ありえないと考えられるんですよね。うん、まあまあ、だからまあそんな感じの人たち。まあね、ウイグル人もね、まあ僕も、たくさん友達いますし、まあ多分ね、99% は、まあ普通に、まともな人だと、まあ、まあおそらくそうなんだろうと、まあ僕は思ってるんですけども、まあただね、まあそういった感じの人に、当たる可能性が、高いのも、本当なんですよね。で、たまに仕事の現場でね、ウイグル人いてね、ちょっとね、なんか、まあなんか、はっていうようなこと言ってきたりとか、まあなんかもう、はっていうような、数字言ってきたりとかね、そういったこともね、あるんですよ。で、まあまあ、日本でね、別に悪いんじゃないですけど、その、ウイグルの人たち、やたらと、まあ、擁護してる人たち、なんかね、もうこの人たちね、なんか、まあ、周りに、ウイグル人の知り合いいないんじゃないかなって、なんか、思いますよね、はい。まあ、実際ね、僕もなんかそのウイグル地区、まあまあ、に、行ったこともあるんですよ。まあ、ウイグル地区に行くとね、まあ、ウイグル人だけじゃなくてね、なんかそこで生まれ育った漢民族もね、正直、かなり荒っぽいですね。で、まあ、これ例えばね、空港でね、何ですか、まあ、荷物検査あるじゃないですか。まあ、荷物検査でね、スマホ落とされたりとかね。で、まあ、まあ、レストラン入ったらね、頼んだなんか、マンゴーシャーベットの味が、まあ、ちょっとかなりめちゃくちゃだったりとかね。あとは、まあ、タクシー乗ろうとして、なんか、まあ、最後の一人が乗り込む前に発進されたりとか、まあね、ちょっとね、まあ、軽くそういう、みたいなことが、起こりがちでした。うん、まあ、そんな感じでね。まあね、現地の人も、別に、まあ、漢民族だけがそんなこと言ってる、わけじゃないんですけども、まあ、いわゆる、ウイグル系の人ってちょっと真面目に働かないよね、みたいな、こともね、言われてるんですよ。それでまあなんか、まあね、この前中国政府がその教育機関でなんか、まあ、ウイグル人大量に収容してるって、そういうなんかニュース出てるじゃないですか。これもね、ちょっとね、僕はね、まあ、弾圧って言われたらね、まあ、そういう側面あるのかもしれないんですけども、教育の側面もちゃんとあるんじゃないかなと、ちゃんとね、手に職つけさせて、やらせようってしてる側面も、僕はね、結構、
あると思っています。はい、うん。まあ、なんでかっていうと、なんか自主的になんか技能を身につけてどうこうしようっていう人が、割合で言うとやっぱね、少ないんですよ。でね、よくね、ほらウイグルで起こってるなんか なんかバトルは、ウイグル人対、漢民族っていうそういう構図だって、まあまあ日本人そう思ってるし、なんかそういうふうにも報道されるんですけども、まあウイグル人同士でもほっといたらやりますからね、一応ね、うん、まあ結構もうそもそも荒っぽいんですよ。で、大体何かを引き起こす人たちっていうのは、まあ普段ね、怠惰で仕事をしなくて、お金なくてね、不満が溜まってバトル始めたっていう、まあそういう人が多分多いと思われるんですよね。現地でね、ウイグル人でね、しっかりしてる人たちっていうのはね、あんまり、なんか、まあバトルは起こさないと思うんですよ。でね、まあ、まあ、ウイグルのことを知りたいんだったら、まあね、ウイグルにしばらく滞在して、見るのもいいと思うんですよ、日本人の方は。多分ね、日本人がね、ウイグルにしばらくいると、多分いわゆる漢民族より、ぐだ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 言うようになると、僕は思います。それではね、今回はこんな感じで、それでは皆さん、ミンチーでした。再见。